はいどうも皆さんこんにちは、直人です。さあ本日もですね、美味しい外飯やっていこうと思うんですけども、今日やっていくのはですね、皆さん生肉は好きですか？生肉って言い方よくねえな。ユッケは好きですか？もうだいぶ昔の話にはなりますけども、肉の生食っていうのは法律で制限されまして、お店でレバ刺しを食べたりってことはできなくなりましたし、ユッケもちゃんと免許を持ってる人が提供をするか、国が定めた管理基準をクリアしたしっかりこう品質管理された肉じゃないと生食っていうのはもうできなくなってしまったんですけども、でも牛肉っていうのは表面にさえしっかり火を通せば中が生だったとしても食べることができるんですよ。というわけで本日は肉の塊に串を刺して焚き火を思いっきり燃え上がらせて、その焚き火でね、肉の表面を思いっきり炙ってローストビーフを作る時のような手法で炙りユッケを作っていこうと思います。では本日使う食材がこちらです。こちら牛もも肉ブロック約 350g でございます。まあ、本当はねランプ肉とか使いたかったんですけど、まあ、できれば内ももとかのね柔らかい部分を使いたかったんですが手に入らなかったんで、今日はこちらのね普通のもも肉ブロックを使うと思います。ご覧の通りこの真ん中に大きめの筋が走っちゃってるんですけど、まあ、こういう安いお肉でもね美味しく作れるように頑張ってやろうと思います。そして肉以外に使う具材がこちらです。ユッケといえばやっぱり卵ですよね。で飾り付けに大葉と、この小ネギを切って、軽く散らしたいと思います。そしてユッケのタレに使う調味料がこちらです。醤油、砂糖、コチュジャン、ごま油、チューブニンニク、いりごま。ニンニクはおろしてもいいんですけど、あんまりね香りが立ちすぎてしまいますんで、今回はチューブニンニクを使います。ではまずはトッピング用の小ネギカットしていきます。これぐらいあれば OK です。では続きましてユッケのタレを作っていきます。醤油、ごま油、コチュジャン、ニンニクチューブ、砂糖、そして白ごま。まあ、ごまはこう後にね上に振ってもいいですけど、まあ、その辺はお好みで。そしてこれをよく混ぜ合わせます。これでユッケのタレ完成です。では続きましてこちらの肉串打ちしていきます。でね、表面塩コショウで下味付けしようかと思ったんですけど、まあ、今日はローストビーフじゃなくねこうユッケ感を強くしたいので、このまま炙っていこうと思います。そして串打ちに使うのがこちらです。キャプテンスタックデュアルスキュラ。これ紹介するときいつも噛みまくって3回ぐらい取り直ししてます。あ、案外スッと入るな。こんな感じで串をね4本刺した状態になりますんで、こうくる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 回ったりしないでね、なかなか安定してくれます。では次は焚き火を起こしていきます。よし、巻きだいぶいい感じですね。こちら耐熱手袋もしまして、いよいよ肉焼いていこうと思います。ただね俺ソロで撮影しておりますので、手取りで焼いてるところを映しますので、画面多少揺れるかもしれないんですがご容赦ください。では肉投入です。よし、そろそろいいかな。なかなかいい焼き目つきましたよ。
はい、お待たせいたしました。直火炙りユッケでございます。はい、では完成ということで、いただきます。まあ、そこそこ生な感じに仕上がったと思うんですけどね。いただきます。おお、ほう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 。ちゃんとユッケしてますね。はい。なんていうかな、超レアなローストビーフと完全生肉のユッケの中間ぐらいな感じですね。とりあえずもう一枚いきましょう。うまい。この火入れすぎるとめちゃめちゃ硬くなっちゃう、もも肉でもすごい柔らかく食べられる。最近、まあ、徐々にというかゆっくりですけどダイエット始めてますんで野菜多めで、こういうベビーリーフって本当に癖がないからユッケのタレでも全然美味しく食べられますね。美味しい。卵の黄身に絡めたところ、いやー、やっぱり最強ですね。卵の黄身に絡めるとなんでこんなに美味しくなるんだろう。ではここらで一本いきましょうか。はい、では皆さん本日もお疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい。ベビーリーフと肉を絡めて、なんかもうちょっとサラダチックに食べられますよね。サラダぐらいの勢いでね、スイスイ食べられちゃう。で、今思い出したんですけど、俺大葉使ってねえじゃんっていうね。まあ本当はこの大葉真ん中に乗せてこの卵黄の受け皿にするか添えてこう巻いて食べるかのどっちかにしようと思ったんですけど、完全に使うの忘れてましたね。というわけで今巻いて食べましょう。大葉巻き。うん、美味しい美味しい。やっぱりこの大葉の爽やかな香りって刺身とかでもそうですけど生に合いますよね。うん、肉でも美味しい。はい、というわけでごちそうさまでした。完食でございます。いや、なかなか美味しかったです。ちゃんとこうね、生肉の味と、なんていうの、生肉の食感、もっちゃもっちゃしてるような感じ、そういう食感がね、ちゃんと残っててね、めちゃめちゃ美味しかったです。もしすごいユッケが好きで自宅でユッケ作って食べてみたいっていう方とか、あとはローストビーフを作ったものの中までしっかり火が通らず失敗してしまったと、なんとか活かせないかっていう時にね、美味しく食べられる一品だと思います。皆さんぜひお試しください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また会いましょう。